西さん、奥様お元気ですか？ああ、いや、まさかあのままくっついちゃうとはね。ってことは、私お二人の愛の仲介者じゃないですか。あ、無視しないでくださいよ。それともあれですか、照れ隠しというやつですか。どうせ妻と頻繁に手紙のやり取りをしているのだろう。おや、知っていましたか。熱心にやっているから何事かと思った。あれ、拗ねてらっしゃいます。私に嫉妬ですか、ジェラシーですか、イグニスさん。もしかして真っ昼間から酔っているのか。いや、あれがあの子のシラフ。立ち悪いな。ゴードンさん、できました。よし、見せてみろ。お願いします。悪くはないな。期間を考えればよく仕上げたな。本当ですか。悪くはないが、そこまでだ。仕上げが甘い。見てみろ、飾りの根の部分に研磨した際に出た金属くずが挟まっているのがわかるな。え、見せてください。あれだけ確認したのに。親父、この前のてっぷりしろ、何してるんだ。ゴードンさんにご指南いただいているところです。私のことはどうかお気になさらずに。そう言われると逆に気になっちゃうんだよね。ごめんなさい、うちのアトリエの光加減では探しきれなかったものです。作業環境を万全に整えることも仕事のうちだ。言い訳を考える暇があるなら腕を磨け。はい。あ、これでダメなの。当然だ。装飾品ならまだしも、装具となればこういう金属くずが破損の原因ともなる。わしらが扱うのはただの道具ではない。人の命を左右するもんだ。言い換えれば人の命と同じってことか。いかにもあんたらしい考え方だ。銃なんてのは俺みたいに繊細だからな、ちょっとしたことで使い物にならなくなる。そうなってからじゃ遅いしな。どの口でそれを言うんだ。いや、経験者として一言ね。申し訳ございません。失敗は一度までだ、二度目はない。いや、一度目すら本来ならば許されんことだ。同じ過ちを繰り返さんことだ。高い意識と目標を持っていれば、おのずと失敗も減っていくだろう。はい、失礼します。随分と厳しいな。磨けば光る前に割れないといいな。ふん、割れるならばそれまでの器だったというだけのこと。それよりここに何しに来たんだ。プリシラを探してたの。
アトリエにいなかったからこっちかなって。ならさっさと追いかけろ。取り調が仕上げ手になろうと思ったきっかけって何なの？これ私のお守りなんですけど。これはよく似ていますが、マスラオのゴードンさんの作品じゃありませんよ。これはゴードンさんのお師匠様の作品なんです。時々私の故郷に旅の鍛冶師さんが立ち寄ることがあって。その人が鍛冶屋のおじさんのお師匠だったの？ええ、ある時お師匠様がこれをお守りにしなさいってくれたんです。私昔からそそっかしくてよく失敗してすぐに落ち込んで、でもこのお守りがあると勇気が出てくるんです。明日も頑張ろうって。私もこんな素敵なアイテムが作れるようになりたいなって思いました。それで仕上げ手になろうって決めたんですよ。